皆さんは、パルワールドにある噂をご存知でしょうか？え、噂？都市伝説的な何かってこと？とあるパルには、亜種でもラッキーパルでもない特殊な個体が存在するらしいんですよね。そもそも亜種だとかラッキーだとか見かけたことがないからよくわからないんぜ。簡単に説明すると、亜種は通常の個体と色が違ったり、パルの種類によっては形や属性まで変わってくるそうなんですよね。ポケモンで言うと色違いか。そしてラッキーパルは通常の個体と異なって体が大きく、キラキラとしたエフェクトをまとっていて、パッシブ気象を持ち合わせているんですよ。なるほどね。今回紹介するのはそれ以外の特殊個体ってことか。ネット上で見かけたのですが、苗持ちに特殊個体が存在しているらしくて、今回はどれくらいの時間をかければその特殊個体と遭遇できるかを検証してみようと思います。だから左上にタイマーがあるんだな。マリサのくせに鋭いじゃん。いや、これめっちゃ目立ってるからね。はい、ということで早速捜索をしていきましょう。お、タイマーが始まったぞ。早めに見つけて終わらせたいですね。お腹が空いたので。出現はランダムだから早めも何もないだろ。っていうか、フィールドにはクパルの種類が多いから苗持ちに遭遇する頻度がそもそも低そうだよね。タマコッコとかは腐るほど湧いてるんだけどな。させた方がいいんじゃない？え、絶滅、食物連鎖崩壊しちゃうよ。お、あのシルエットは苗持ちに違いないですね。何か変わりはないかなー。何の変哲もないただの苗持ちだな。ない苗持ちいいん？それ言いたかっただけだろ。こいつらも通常個体か。まあそう簡単には見つからないよね。さっきまでずっと徒歩でフィールドを舐め回してたんですけど、ファストトラベルを使って拠点に戻ってを繰り返して脇の循環効率を上げることにしました。拠点から下るときは滑ってくだけだから早いしな。ステータス振りをスタミナじゃなく攻撃特化にしたのは失敗ですね。脳筋ゴリラかよ。どうしても戦闘力が53万欲しかったんですよね。そういえばその見た目フリーザだったな。忘れてた。どうした？このキラキラとした効果音、聞き覚えがありますね。なんだなんだ？これはどこかにラッキーパルがいるはずです。いたー。目的とは違いますが、ラッキーパル発見ですね。やっぱり通常個体より体がでかいな。初めてラッキーパルと遭遇した時、一瞬で砕かれたことがあるんですよね。おかげさまでトラウマですわ。おー、危ねー。ホークインにとどめを刺されるところだったな。ギリギリセーフってやつね。何気にラッキーパルのゲットは初めて。マジでパッシブに気象ついてるのな。ちなみに効果は、作用速度 15% と攻撃 15% らしいです。はぇ、さて特殊個体探しに戻りますかね。そして、ついに。あれ？この苗持ち。きたー。皆さん見てくださいよこれ。なんか頭から花が生えてるじゃないか。これが私が探してた特殊個体なんですよ。どうにか倒さないようにして捕まえたいですね。危ねえ。今のホークインの突進が決まってたら死んでたな。死んでたらマジで発狂案件ですわ。よっしゃー。通常個体の苗持ちから手に入らないドロップ品も手に入ってるな。そして捕獲するのにかかった時間は18分34秒でしたー。思ったより時間かからなかったな。実際出現率がどれくらいなのかわからないから、早いのか遅いのかもわからないね。ということでこちらが比較です。捕まえても花は咲いたままなのな。皆さんもこの苗持ちの特殊個体を探してみてはいかがでしょうか？ということでよろしければチャンネル登録や高評価お願いします。